FM 神戸ウェーブを聞きのキスナーの皆さん、サウンドクルーの中野浩二さん、こんにちは。スーパービバです。よろしくお願いします。こんにちは。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの杉です。ドラムの藤原です。さてということで本日でございます、はい、2月23日の水曜日ですね、はい、我々の一番新しいアルバム東京がリリースになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、また今週も4人でお話ししていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、お願いいたします。今週のお題はですね、はい、アルバム東京の中のお気に入りの楽曲を一人ずつピックアップしていこうということでございますけども、まあこれなかなか難しい話ですけど ね、 難しいですよ。あのおしなべて好きなのでこれっていうのを、うん、断言するのちょっと、ね、なかなかそうそうそう難しいんで、うん、まあなんかこの部分が好きみたいなポイントでね、あったらいいんじゃないのかなってちょっと思います。一人ずつじゃあちょっと言っていきましょう、うん、藤原さんはいかがでございましょう。俺ロマン、ロマン、はい、俺ロマン、ロマン、俺ロマン、ロマンって曲、はいはい、ロマンって曲ね、お気に入り、はいはいはい、あのね、うん、最後にできたっていうのもあるんだけど、うん、はい、なんかね、うん、すごくこう聴いた時にエモーショナルな気持ちになってしまって、レコーディングをちゃんと、ちゃんといい音でちゃんとあの丁寧に演奏してやりたいのに、うん、気持ちが高ぶってしまって、はいはいはい、ドラムが走っちゃう、走っちゃう、ね、ドラムが走る、すっごい撮るのも大変だったんだよ。あれですよ、あの、ね、分からない方もいらっしゃると思うんで、ドラムが走るというのは具体的に走り出すことではなくて、そういうことでリズムが先行してしまうということですね、はい、そうですね、もう、はい、レコーディング中に藤原さんがあのリアルに走り出したらやばいよね。分かる、俺らはよく使うけどさ、キスナーの方って全く分かんない人はさ、またドラム走ってるよ、藤原スティック投げて走り出したら知ってるよみたいな、スタジオの中で、うん、そうね、もう気持ちが先行するとね、そういうことになりがちですけど、はいはい、レコーディング中もなっちゃった、エモーション、そんぐらいこうなんかそのなんだろう、エモさがこうあったというか、聴いた時の衝撃があったっていう感じですかね、うんうんうん、なんか本当にライブっぽいレコーディングだったし、うん、ライブっぽい曲になったなっていう、スーパービバーらしさ前回のね、うん、はいはいはい、曲になったんじゃないかなと思います、はいはい、上杉さんいかがですか。そうですね、まあいろいろあるけど、はい、うん、それこそなんか、最前線、はいはいはい、なんかね、柳がなんか自分があのね、なんかインタビューとかで最前線って言葉を使って、うん、そこからなんかヒントを得て作ったみたいなことをね、言ってもらったから、なんかちょっと俺の曲なんじゃないかなって思ってるぐらい。あなたの曲です。そうですね、なんかすごいなんかね、そういうエピソードがあるだけでちょっとなんか感じ方が違うなっていう、なんかね、はい、もう最前線はね、そういう意味では結構ね、好きですね。なんか本当アルバムを締めくくるにあたり、うん、なんかすごくいい最後というか ね、 そうですね、あの本当にあの前作とはまた違った、うん、はい、あのさよなら絶望という曲がありました、はい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 、それとはまた全然違ったアルバムの締めくくり方ができて、 ね、 ね、なんかすごく感慨深い曲になったなというふうに思います、うん、柳沢さんは最後にしましょう。柳沢さん最後、はい、最後、私はですね、東京ですかね。なぜかというとね、あの私スーパーイーバーのレコーディング中にですね、うん、あの楽器陣が撮った音っていうのをあのボーカル撮るまであんま聞かないんですよ。で、それ何ですかっていうと、うん、あのその時の楽器陣3人が撮ったオケを聞いて、もう一回自分が感動するとブーストかかるんですよね、うん、歌に、はいはい、あのすごく色が変わって聞こえたりして、うん、もう自分の設計図とかどうでもよくなっちゃうみたいな時があるんですけど、はいはいはい、東京はね、それすごく感じたんですよね。なるほど、嬉しいですね。全曲そうなんですけど、ちゃんとあの楽器陣3人が撮ったオケに感動して自分が歌を入れられたっていうね、思い入れがね、すごくある曲なんで、この東京という楽曲は、うん、なんかまあ、ね、ピックアップするならこれかなっていうふうに思いました、ね、さあ、うん、ギーアナちゃんは、ギーアナちゃんはそうですね、はい、なんだろうな、それっぽい2人、それっぽい2人、はい、まあ、どの曲もすごく今回もスーパービバらしい、うん、曲たちができたなと思うんですけど、はいはい、まあ、その中でもまたちょっと毛色の違う、うん、一曲になってるかなと思いますし、うん、はいはい、なんかこうどうなるんだろうっていう、まあこの恋心っていうんですかね、うんうん、なんかこう絶妙な関係を絶妙な感じで曲にできた一曲だと思うので、うん、なんかこれ聞いてね、ちょっとドキッとする方もいらっしゃるんじゃないかなっていう、うん、はいはいはい、一曲ができたので、ぜひ聴いてもらいたいなと思っております。うん、我々スーパーエヴァの中にね、うん、その恋心をフィーチャーしたみたいな曲ってそんなに多くないですからね、多くはないですね、あのこの東京というアルバムの中でもすごく彩りをね、うん、一色足してくれるような、うん、そんな楽曲になったんじゃないのかなというふうに思います。はい、まあ、本当に4人4種4様というか、はい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 、それぞれね、思い入れのアルバムを語りましたけど、はいはい、本当にね、このアルバムをしなべて全曲、はい、本当にね、我々スーパーバー全部大好きでございまして、はい、強いてここを上げるならというところでね、ポイントですから、はい、今回はお話しさせていただきました、はい、ということで、ここで1曲ですね、本日発売になりました我々スーパーイーバーの一番新しいアルバム東京からですね、表題曲の東京という楽曲を今週も聴いていただきたいと思います。以上スーパービーバーでした。バイバイ。バイバイ。